まもなく500キロです。たった今500キロです。500キロに達しました。飛行機に乗って上昇や下降を繰り返すときにガタガタ揺れるという、そういった感じが当然のようですがします。トンネルを今出ます。見てみましょう。ここです。明るくなりました。JR 東海が公開した超電導リニアの新型車両は、先頭車両のデザインの変更により空気抵抗を 13% 下げ、騒音を低減しています。車内は座席の幅が2センチ広くなり、荷物も座席の下に収納するなど、より実用性を考えたものになっています。